ただければと思います。両方に目線をお願いいたします。になったらきっと私の頭もおいしい幸せ空っぽそうハッピーロッテそうなんかお聞きしたら私1998年の6月生まれでこの曲が発売された時もう1998年の6月みたいで同い年なんですよ。運命だなって思いました。すごい縁ですよね。えっと思ってびっくりしました。だからすごい嬉しいです。ではちょっと袖を通していただいてよろしいでしょうか、はい、さあということで今日は広瀬さんにこちらのハッピープレゼントさせていただきます。本当ですか？はい、本当に持たせていただきます。やった本当ですか？そんな、はい、いいんですか？本当にあ、うなずいてくれた。ありがとうございます。さあただいまから広瀬さんには商品名でもあります宋の字を書いていただくんです。もう小学生以来やってないですね。注目が一心に集まる中下水かなご覧いただいてますけれども、完成いたしました。取られちゃった取られちゃうかな取られちゃった大丈夫でしょう、はい、味です。味93点ちょっとここと、うんうんうん、この下の2つがちょっと悔しいですね。なんかもうちょっと大きくても強かったかなと思って良かったかなと思って惜しかった良かったです。